バスケができる嬉しさを胸に、ダメな時こそみんなで声かけ合って、はい、つなげていかねえ、はい、バスケットは攻めたり守ったりの繰り返しなんだから、そこをみんなサボれないの。仲間と戦える嬉しさを胸に、小さいチームが、ね、でかいチームと戦うには一人一人任せない、思い切ってついて、そして抜かれたら次の人パワーしてくれんじゃん、抵抗しないで終わるの嫌だな、抵抗しようよ、はい、一番を目指して全力で駆け回れ。十分な感染症対策を行い開催されたホンダカーズ長岡カップ第42回新潟県 U12 バスケットボール大会。県内各地区を勝ち抜いた男子16チーム、女子16チームが新潟の頂点を目指して戦います。女子の部は手に汗握る試合が続く中、浜浦ウィンドガールズ、アストライア MBC、くずつかウィングス、そして村松 MBC ファイブスピリッツという総合力の高いチームが準決勝へ。また男子も白熱した戦いが繰り広げられ、京ヶ瀬コスモス、春日山モルツ、早翔 JBC、 黒崎ビクトリーズが準決勝に駒を進めました。激しさを増す戦いとなった準決勝はお知らせの後お伝えします。お幸せ、お前らが勝ち取ったものですから、自分たちで掴んだものが自分たちの好きなだけ楽しいですから、やってきてください。はい。女子の部準決勝の1試合目は浜浦ウィンドガールズとアストライア MBC の戦い。頑張ってください。ありがとうございます。はい、強いけど、はい。試合開始からアストライアが4番川崎選手の攻撃を中心に一気に点差を広げていきます。対する浜浦は11番の梶選手が5年生とは思えないほどのテクニックで徐々にその差を詰めていきます。点差なくても国の目で、今こっからが本当に勝負だな、夏負けたんだよ、これ計算機だ。1点を争う展開となった終盤、ゴール下を支配し始めた浜浦が得点を重ね、アストライアの追撃をしのぎきり決勝進出を決めました。ずっと負けてきた相手とかにこういう時に勝ってるっていうのはとてもびっくりしてます。いつも通りルーズボールとリバウンドを頑張って勝ちたいです。女子準決勝のもう1試合はくずつかウィングス対村松 MBC ファイブスピリッツ。いいよいいよいいぞ、ナイスルーズだぞ、ナイスルーズだぞ、ディフェンス頑張って、いいよいいよ。ダメな時こそみんなで声かけ合って、はい、つなげていかねえ、はい、こっち来い、あっち行って、そこがピンチ、あそこチャンスだよって。試合は序盤から一進一退、くずつかがテンポの速い攻撃で得点すれば、村松がパスを回しながら隙をついて得点するというお互いに譲らない展開。そんな中、くずつかの4番野村綾乃選手が160センチの身長を生かしたプレーで得点を重ねると、村松を一気に引き離し勝利。くずつかウィングスが決勝へ駒を進めました。後半はみんながパスして切れてくれたりして、自分たちのプレーができたので良かったと思います。明日は自分たち
ちのチームより背が大きいのでしっかりとボックスアウトをしてリバウンドを取られないようにしたいです。男子の部準決勝1試合目は京ヶ瀬コスモスと春日山モルツの一戦。春日山は165センチ、前田選手の身長164センチの小田島選手のダブルセンターがゴール下を中心に得点を重ねていきます。一方京ヶ瀬はスピードで対抗、5番石井選手のドライブなどで春日山ディフェンスを翻弄します。小さいチームが、ね、でかいチームに戦うにはチームでしか一人一人に任せない、多少旗振られるんだよろしくないから、いつまでもドリブル持ってるのじゃなくて早め早め次の展開ダメだったら、ね、OK 頑張ろう、フックだよ、フックだよ、共に持ち味を発揮する中、終盤までゴール下で安定した得点を挙げた春日山モルツが試合を制し決勝進出です。後半は我慢勝負でディフェンスからの速攻を出したことがすごく良かったのですごく嬉しいです。と次の決勝で勝って全国に行きたいです。男子準決勝のもう1試合は早翔 JBC 対黒崎ビクトリーズ。巧みにボールを回し外からのシュートを決めてくる黒崎、それに対しマイボールになった瞬間一気に相手ゴールに速攻を仕掛ける早翔。さらに早翔は絶対的エース7番の佐藤選手が得点もさることながら味方を生かすプレーでゲームをコントロールします。最後まで自分たちのバスケをやりきった林翔 JBC が黒崎を下し決勝へ駒を進めました。走れる、みんなが速攻いけるから良かったと思います。余裕勝ちで勝ちたいです。果たしてどのチームが新潟の頂点に立つのでしょうか。気になる決勝戦はお知らせの後。男女決勝に先駆けて行われたフリースローセレモニー、株式会社ホンダ四輪販売長岡の野口正弘社長のフリースローは見事成功。果たして決勝戦を制するのはどのチームなのでしょうか。新潟市の東総合スポーツセンターです。ホンダカーズ長岡カップ第42回新潟県 U12 バスケットボール大会、まもなく女子の決勝戦です。対戦カードは新潟地区代表3年ぶり2回目の優勝を目指します浜浦ウィンドガールズと、同じく新潟地区代表9年ぶり2回目の優勝を狙います葛塚ウィングスの一戦です。全国大会への切符を手にするのはどちらのチームなんでしょうか。まもなくティップオフです。さあ今試合が始まりました。まずボールを収めたのは浜浦ウィンドガールズです。新潟地区同士の対戦となりました女子決勝。さて放送席にはゲストをお迎えしております。新潟県バスケットボール協会 U12 ユース育成委員の竹山大輔さんです。竹山さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて2020年この決勝の舞台を迎えました、はい、竹山さんはこの決勝戦どんなところに見どころを置いていらっしゃいますか。はい、白の浜浦のチームはですね、はい、大きな選手が揃ってますので体を生かしたリバウンドやゴール下の攻防が見どころだと思います、はい、対して 赤のチーム、葛塚に対してはですね小さな選手が、揃ってますが、激しいディフェンスの中ですねそこから繰り出される速攻とチームワークを武器に、小さいながらも大きな選手に向かっていくところが見どころだと思います。8番の渡辺です。9番の加藤花中に入れてきました。いいですね。6番の山田総合163センチ、そして外から加藤花が打ってきました。ボールに弾かれます。シュートは外れてますけども中から外に展開したシュートの、はい、プレーはとても効果的ですのでいいプレーが続いていると思います。さあ葛塚の攻撃です。7番は5年生の高橋です。自ら打っていきました。リバウンドは浜浦。おっとここで
オーバーしました。キャプテン4番の野村です。今日最初の得点、葛塚2対0。関川コーチも話していました、ディフェンスリバウンドからとにかく走って攻撃につなげたいということです。さあ浜浦の攻撃、8番渡辺のシュート、リバウンドは葛塚です。4番のキャプテン野村が持ち上がっていきます。野村が自ら決めました。野村の連続得点、4対0、リードを広げます。浜浦のスローイン、中には163センチの山田そよが決めました。この高さが浜浦一つ持ち味です。4番の野村から7番の高橋、自ら打ってきました。リバウンドは葛塚が収めた。ボールをカットします。浜浦ボール、8番の渡辺6年生、この9番の加藤花も6年生です。加藤が自分で行きました。いいですね。加藤が決めました。バスケが大好きな6年生。4対4同点です。第1ピリオド残りは2分と少しです。やはりこの野村が中心になります。そして5年生高橋のシュートは外れました。この高橋も決して高さはないんですが、外からの非常にうまいシュートが持ち味です。5番の藤村さくら、この昨日の準決勝は欠場しました。ゴール下は6番山田です。高さを生かしたシュート、まだボールを持っています浜浦。加藤花飛び込んでいく、ボールを奪いました。崩すか、ああ激しい。キャプテンの野村です。さあボールを奪って速攻です。戻りもいいですね。さあここでスティール、9番加藤花から5番の藤村、ゴール下落ち着いて決めました。6対4。昨日の準決勝は欠場しました藤村さくら、今日はスタメンでこの試合に出場しています。野村綾乃自ら行く、ファールをもらいました。ツーショット、野村さんのドライブが非常にこう強気があっていいですね。そうですね、やはり自身でも話していました、ドライブが得意で、はい、私がチームの得点源なのというふうに自信を持って話しています。1本目しっかり決めました。これは外れます。リバウンドは浜浦です。9番加藤、そして8番の渡辺、2人の6年生でボールを回していきます。残りは20秒。さあシューターの加藤、ボールを奪った。4番キャプテン野村です。ファールをもらった。ツーショット、野村さんいいですね。1対1がかなり強いですね。やはり、はい、準決勝は自らのプレーを80点と評価しました。前半で焦ってボールが手に つかなかったと。しかし今日は前半から飛ばしています野村。2本しっかり決めました。これで勝ち越して崩すか、7対6、1点リードです。さあまた奪った野村、リバウンドは浜浦。第1ピリオドが終了しました。崩すか、キャプテンの野村の活躍で7対6、1点リードで第1ピリオドを終えています。第2ピリオドは葛塚ボールから始まります。6番は品田麻也、5番は長橋屋、6年生です。ボールを持っている4番の浜浦、平田がキャプテン、12番は山本レオン、この4番平田がキャプテンです。決めました。12番山本レオンのシュート、8対7逆転です。6番の品田、そして9番は平野小春です。5番長場、ナイスリバ。さあ高い浜浦の10番は信太です。バスケットボールにはボックスアウトという技術がありまして、はい、相手の動きを止めてリバウンドに行かせないということをまず頑張らなきゃいけないかなと思います、はい、なるほど。ここも高さが行きました。7番の島です。難しい体勢ですがパスをつなぎます。10番信太のリバウンド、バウンド
ト強いですね。そして12番は山本です。自ら行きます。外にはキャプテン平田、そして10番信田、ボールを奪いません。11番5年生の梶桃子です。決めました。難しい体勢のシュートです。すごいですね。この11番の梶なんですけれども、5年生なんですがチームのエース級の活躍を見せています。くずか6番の品田麻也、自ら行きます。決まりました。力強いドライブ、ボールを取られないようにこう回しながらレイアップに行くという技術ですね、はい、素晴らしい技術でした。キャプテンの平田です。また11番の梶が決めた。すごいですね。14対9、ナイスシュートです。さあ崩すかは中に入りたいところ、ジャンプショット、リバウンドは浜浦です。10番信田、またアウトサイドに11番の5年生梶桃子です。4番キャプテン平田、チームのキーマンです。決めました。落ち着いてますね。16対9。さあ崩すか、追いつきたい、うまいシュートです。6番の品田麻也です。高さに対してのフローターシュートで得点しましたね、はい、素晴らしいです。さあ浜浦の攻撃、また梶です。ファールをもらいました。2ショット、決めました。表情を変えることなく淡々とゴールを狙っていきます。2本目を外れたが、オフェンスリバウンド、10番信田決めました。竹山さん、このゴール下ですね。はい、そうですね、浜浦の持ち味だと思います。19対11リードが広がっています。なんか品田さんがヘルプディフェンスに引っかかってドライブに行けないですね、中に入れてないという状況です、6番の品田と5番の長場でボールを回していくところですが、この辺りもやはり打たされているという印象でしょうか。やはり浜浦のディフェンスが硬いんだと思います。はい、12番の山本が持ち上がっていきます。信田、ゴール下に切り込んでシュート決めました。素晴らしいですね。ディフェンスを寄せ付けないドライブを見せました、はい、21対11、10点差にリードが広がっています。浜浦、崩すかは5番の長場から、また6番の品田、アウトサイドからこれは決めました。綺麗なシュートですね。非常にインサイドアウトサイドバランスのいい選手というふうに関川コーチも評価しています。さあ第2ピリオドの残りは35秒です。浜浦ボール、中の高さのところですがボールは通りません。ただまだ4番のキャプテン平田決めました。インサイドを守っても外から打ってくるっていうなると、なかなか崩すかは守りにくくなりました ね、 そうですね。さあ浜浦第2ピリオドが終了です。23対13、浜浦の高さが行きまして10点差にリードを広げました。ディフェンスがプレッシャーかけて、はいはい、分かった、仕掛けて一丸で勝ち、分かった、はい、よし、いたいた、勝ちパン、勝ちパン、勝ちパン。一進一退の攻防から一歩抜け出した浜浦、葛塚はこの展開をどう切り崩していくのでしょうか。第3ピリオドの途中からご覧ください。この葛塚もですね、新型コロナウイルスの影響で9月に入ってようやく全体練習が再開できたようです。県の一番になるためには自主練が大事だとそれぞれでトレーニングに励んできました。さあ第3ピリオド残りは2分を切っています。5番の高橋、キャプテン野村、打てるか、中に入っていく、難しいシュートですがジャンプボールシチュエーションです。浜浦ボールに変わります。さあ細かいドリブル、ステップを踏んでアウトサイド、11番の梶、中に切り込んでいく、そしてまたアウトサイド、5番の藤村、さあ野村がリバウンドを取りました。ビルドアップ、さ
さあこのスピード中に入っていった惜しいな。でもディフェンスを頑張ってクズカもリバウンドからの速攻がどんどん出るようになりましたね、そうですね、あともう一歩というところですね、はい、クズカボール6番スピードのある品田、リバウンドは5番の長場です。ボールを収めたのは浜浦、ファールがありました。いやゴール下やっぱり高いですね、ブロックショットが効いてますね。先にやはり手を触れますよね、ボールに。そうですね、野村が奪った、決まった、野村これで11得点目です。厳しいディフェンス、中には高さのある山田、トラベリング、いいですね、高さに対してあの数で勝負っていう、はい、今のはポストプレーに対してトラップをしてきましたね。今も2人3人でこの山田を抑えに行きました、はい。第3ピリオド残りは10秒です。さあいい形で得点を決めて最終ピリオドに移れるか、決まった。さあここで第3ピリオドが終わりました。最後は背番号7高橋が決めて29対23、浜浦が6点のリードです。6点差、さあ勝つのはどちらのチームでしょうか。最終第4ピリオド途中からご覧ください。カジがゴールをキープ、アウトオブバンズです。浜浦ボール、高さそして空いたスペースがあればそこに走り込んでいきます。クズカも小さいながらあのリバウンド争いに負けてないですね、はい。見どころの一つ、ゴール下のこのポストプレー、ファールがあります。6番の山田そよかに対してのファールです。決めました。さあリバウンドはクズスカです。残りは1分40秒、その差は7点。一つ一つのシュートを大切にしたい。クズカもディフェンス頑張りますね、はい、浜浦とクズカのディフェンスのやっぱり戦い非常に見どころがありますね。さあそのディフェンスから野村のシュートは外れます。さあさらにディフェンス、今度は浜浦ボールに変わります。5番の長場、さあスペースが空いています。まだここでステップを踏んで11番の梶桃が決めました。36対27、5年生の梶はこれで9点です。決勝戦残りは1分です。点差は9点、収めます。7番高橋、キャプテンの野村また自分で行きました。そしてファールをもらいました。目指すは全国大会、準決勝の後にそう話してくれました。キャプテンの意地しっかり決めました。さあ試合は1分を切って残り50秒です。浜浦ボール、ディフェンスに行く崩すか、ボールを回しながらゴール下に入っていけるか。キャプテン平田を中心に6人の6年生そして5年生の力も使いながら勝ち上がってきました浜浦。さあオーバータイムです。時間を使ってあの残り時間を考えて時間を使って攻めてますね、はい、残り26秒です。さあ最後の気を吐きたい崩すか、
ゴール下の攻防はどうか。ファールです。積極的な攻めからファールをもらいました。5年生の須藤ノアです。しっかり決めました。準決勝でも活躍した須藤、しっかり2本決めました。いいですね。さあ残りは20秒を切っています。浜浦、高さ直る山田、そして独特のリズムを持つという8番の渡辺ですが、そのあたり5番の長間が取って決めました。36対32。さあここでブザーが鳴りました。女子決勝戦36対32、浜浦ウィンドガールズが3年ぶり2回目の優勝を果たしました。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。3年ぶりの優勝ですが、今のお気持ちいかがですか？子供たちが一生懸命頑張ってくれて本当に非常に嬉しいです。一日一日みんなでこのバスケットできることを大切にして、まあ、いつまたこのコロナの関係でまたみんなで集まることができなくなる日がいつ来るか分からなかったので、本当に一日無駄にしないで、頑張ろうって言ってきて、子どもたちが本当に一生懸命バスケットを楽しんで頑張ってくれた成果がこうやって結果として現れて、本当に非常に子どもたちを誇りに思っております。はい、今のお気持ちいかがですか？とても嬉しいです。ご自身もミドルシュート大活躍でしたね。はい、ミドルシュートはずっと練習してきたので、ここで成果が出せてとても嬉しいです。とても仲が良くて、調子が悪い人の分もいい、調子がいい人がこうカバーするいいチームです。いよいよ全国大会です。全国大会の目標をお聞かせください。はい、全国大会では全員の力を発揮できるように頑張りたいです。頑張ってください。ありがとうございました。竹山さん、はい、4点差で浜浦が勝利を収めました。はい、非常に攻撃守備とバランスの取れたいいチームでしたね。いや本当にあの高さを生かしながら、あのアウトサイドのシュートも高確率に決めてくる、あの素晴らしいチームでしたね。はい、一方の葛塚なんですけれども、はい、後半に入ってからもこのボールへの執着心、非常にこう目を見張るものがありました。はい、そうですね、あの小さな選手でもバスケットができるんだっていうことを本当に示してくれたなと。ディフェンスを頑張ってあのたくさん速攻出せば大きな選手にもこうやって対等に戦えるんだっていうことを見せてくれましたね。はい、3月には全国大会も予定されていますけれども、はい、浜浦ウィンドガールズ、どんな試合期待したいですか？そうですね、あの新潟らしくあのはつらつとしたプレーで代々木の体育館で頑張ってもらいたいと思います。はい、今年の大会は浜浦ウィンドガールズが3年ぶり2回目の優勝を果たしました。ホンダカーズ長岡カップ第42回新潟県 U12 バスケットボール大会男子決勝が間もなく始まります。上越地区春日山モルツと、そして新潟地区の早翔 JBC の対戦。さあ今男子決勝ティップオフです。まず最初にボールを奪ったのは白いユニフォーム春日山モルツです。ポストアップ運んでいく。さあこの試合の解説をご紹介します。新潟県バスケットボール協会 U12 副部会長中村俊一さんです。中村さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さて決勝戦、男子決勝は春日山モルツとそして早翔 JBC の対決となりました。この2チームどんなところ注目点に挙げていますでしょうか？そうですね、まず春日山モルツの方ですけども、はい、やはりちょっと身長が平均身長がちょっと大きいということで、インサイドを中心とした、オフェンスになってくると思います。はい、で早翔の方はですね、今フリースローしてます7番の佐藤君、はい、やっぱりこの子は今大会のナンバーワンプレイヤーではないかなと。そうですか。はい、この子を中心となった、厳しいディフェンスからのファーストブレイクという形が、はい、早翔のスタイルになっていくのではないかなと思います。まずは早翔 JBC 背番号7佐藤海斗が先制点を取りました。背番号7佐藤海斗がボールを運んでいきます。ゆっくりとボールを運んでいく。自分で行くか、ドライブ外に出す、これですね。林は決まるか、佐藤海斗が決めてきた。佐藤君のいいところはこういうところはいいですよね、はい、自分で行くのではなくてやっぱり合わせてる選手がいると、
見つけるところがですね、彼の運動能力の高いところじゃないかと思いますね、はい、まず起点を作っていくのはやはりこの佐藤海斗選手になります。さあ春日山守も攻め込んでいきます。決まりました、ね、苦しいシュートでしたけどよく入りましたね。これですね、林はやっぱりこのターンオーバーからね、切り替え、切り替えが早いですね、やはりそれを止めていかないとなかなか春日山守は厳しくなってくるんじゃないかと思いますね、はい、いいシュートでしたね。うまく決めました、はいはい、体をうまく預けてですね、いいシュートだったと思います。あとやっぱりディフェンスを頑張れるかどうかですね。その7番の佐藤君のドライブに対しての、はい、早く2戦目が寄ってあげるとかね、そういうことで止めていかないとこうですね。そこですね、はい、綺麗に抜けました。こうなるとちょっと厳しいですね。ここも決めていきます。ディフェンスちょっと考えていかないと。笠山の方としては少しディオフェンスのスピードを緩めてですね、はい、ああいいシュートですね。オフェンスのスピードを緩めて時間をかけてロースコアに持っていくようなゲームにすると、勝機が出てくるかもしれないですね。その2人のマッチアップ、これですね、預けたディッシュ、いいプレーでしたけどね、惜しかったですね。さあ7番佐藤、自分でここも行くか。リバウンド抑えたのは春日山、ここはファウルがありました、うん。さあ春日山背番号4保坂が自分でここも行った。あいいですね、フェイント、そしてバスケットカウント、うん、うまく4番の保坂君は、スペースを空いてるところを狙って1対1切り込んでいくのがうまいですね、はい、フリースローもしっかり決めます。さあ春日山がここで逆転しました、9対8です。4番斉藤樹也、ここは通りません。ボールを奪った春日山、ここも春日山背番号4保坂が攻撃の起点になります。中に入れます、ね、前田に通った、これですね、春日山の形ですね、保坂から前田へですね、はい、さあ佐藤がここも自分で行くか、ね、うまくこうカバーディフェンスができてましたね、はい、2人で行きました、ダブルチームで行きました春日山。さあ穂坂ドライブも非常に上手い選手です。1人2人かわして自分で行った、あ惜しいですね、ボールコントロールがいいですね、よく我々の間でその、はい、途中でボールをなくすというんですけども、ボールをなくす、はい、自分の手からなくなって相手ボールになってしまうところをなくすというんですけども、なかなかこの子はボールなくさない子ですもんね、そうですね、うん、ボールはこう吸い付いていくような そうですね、そんなハンドリングを見せています、はい、おっとここは捨てる、力強い、ナイススティールですね、ナイススティールでした、決めました、背番号4保坂、ボール流れた、トラベリングがありました、そうですね、春日山の方が、はい、よく研究しているようですね。さあまずはこの保坂からどう攻撃を展開していくか、春日山、小坂君が寄ると反対の方に他の選手がみんな集まって、はい、ワンオンワンをできるようなスペースを取って、なるほど、佐藤がゆっくりと時間を使いながらドリブルしていきます、うんうん、この寄りですね、早いですね、早いが早い、佐藤君のところにですね、はい、さあ残り少ないぞ、おお、決まりました、よく決めましたね、今のゴールは、まあ、認められませんでした、あ残念でした、第1ピリオド16対8、春日山が8点リードしています。男子決勝第2ピリオドに入りました。16対8、早翔が追う展開となっています。さあシュート打ってきた、決まりました、林を背番号6番中野のミドルショットです。いいシュートでしたね、まあ、そうなりますとこの第2ピリオド、今ボールを持ちました小田島選手と、そして林の18番梅津選手のこのマッチアップ、そうですね、面白いですね、ここが注目ですね、はい、さあここも2人のマッチアップ、ファールです。2本目は外れます、リバウンドを抑えたのは林翔です。
18梅津スクリーンを使う外にさばく中に入れる よく見えましたねよく見てました、うんうんうん、ナイスプレーです14番秋山から12番の酒井です6番小田島に通った力強い、そしてバスケットカウント、うん、ナイスプレーです小田島のフリースローから始まります決まります、いいですね、3点プレーフリースローもしっかり決めましたしっかりとマンツーマンのディフェンスをしている春日山なかなか中に切り込めないですもんねそうですねカバーが早く入って中の厚みが非常にありますよねそうですねオーバータイムとなりました、ね、ショットクロックそうです、ね、ナイスディフェンスですね20対12その差は8点です自分でいった綺麗に抜けていきました春日山7番中澤春人やっぱりスペースを見つけるのは上手ですねそうですね、うんしかし2人で秋山を抑えに来ます残りは5秒です距離がある決まるか流れました第2ピリオド終了です22対12その差を10点この第2ピリオドでさらに差を広げましたこれその分10倍ですから今ました今まで勝ってたから勝てるとかそんな甘い世界じゃないからねいいかな、ね、みんなが強い気持ち、ね、戦って、ね、そうやってやっていくしかない分かったはい、はい、頑張ろう第3ピリオド追いつきたい林翔が得点すれば春日山も負けじと得点する展開このまま試合終了を迎えるのでしょうか運命の第4ピリオド途中からご覧くださいこれは3分40秒ですあまたインロー、はい、そうですね小田島から前田へただここは林尾もうまくディフェンスしていきますあそうですね今うまく守りましたねはい37番佐藤海斗外に出す斉藤匠からそしてまた佐藤へ18番梅津力強いナイスターンでしたねこういった体格だけではなくてこういったスピードですとか体の柔らかさというのも非常に感じる選手ですねそうですね さあフリースローが決まりましたそうなってくると今度はフリースローの方が大事になってきますよね、そうですねさあ27対32点差は5点です、うん、ミドルショットファールがあったようです、はあ、ツーショットが与えられます残り3分集中してできるかですね2本目は決まりましたさあ残りは3分を切っていますさあ速攻だこのプレーですねそうですね林翔の持ち味がここで出ました、うん、速攻を見せましたあとはもうディフェンス頑張ってですねそうですねブレイク楽しくないですねミドルショットさあどちらがリバウンドを抑えるファールがありましたフリースローですねそうですね春日山はすでにチームファールが5つ溜まっていますのでさあ大事なフリースロー決めました1本目成功さあ2本目は落としましたがリバウンドを抑えている林翔斉藤匠が決めたナイスフォローでしたね32対33その差は1点ですさあこうなると分からなくなってきた保坂が行く力強いドライブ
いいアタックでしたね。35対32。さあここも佐藤ポストアップでいく、出せるか、春日山が抑えた。さあ残りは30秒切っています。ゆっくりと時間を使っていく、積極的にダブルチームで取りに行かなきゃいけないですね。そうですね。さあ残りはもう15秒切っているぞ。さあ中で待っていた前田が決めた。37対32。よく見てましたね。落ち着いてよく見てました。アウトオブバンズです。さあ点差は5点となりました。大接戦となっています。4点ですからね、はい、5点差ですからね。そうですね、3ポイントでもあれば別かもしれませんけど、ちょっと厳しいかもしれないですね。まあでも最後までね、はい、しっかりバスケットやっていただきたいと思います。そうですね、まだバスケットカウントもあります、はい、さて林翔がまずここで選手が変わります。ファイファールでしたね。 A、背番号9番前田が、まあ、ファールが5つ溜まったということで背番号7番春日山、中澤春人が入っています。さあここまでチームを引っ張ってきた佐藤海斗、最後まで集中力を切らさずにフリースローを決めていきます。もう1本入れてボール出しのところで5秒なんとか我慢してバスケット、そうですね、取りたいですね、はい。ジャンプボールシチュエーション残りは 2.5 秒です。ここで春日山がタイムアウトを取りました。春日山の方としてはやっぱりここで余計なミスをしないでね、しっかりボールを保持していくことを指示するのではないかと思いますね、はい。そうですね、差は4点ということですから、まあ、残りは 2.5 秒という状況ではありますけれども、まあ、パールがまあ2つあると、まあ、本当に分からなくなる状況ではありますから、そうですね、落ち着いて春日山としてはこの残り 2.5 秒を進めていきたいというところ、まあ、一方この林翔 JBC、まあ、佐藤もフリースロー先ほど1本決めましたけれども集中力を切らさずに最後まで戦い抜いてほしいですね。そうですね。互いの気迫がぶつかる男子決勝となっています。両チームとも優勝すれば初優勝となります。注目の残り 2.5 秒の攻防。誰がボールを受けて最後 2.5 秒使うかということでしょうね。はい、小田島に渡る。ここはゆっくりとボールを使う。春日山が男子決勝を制しました。37対33初優勝を果たしています。みんなが一つになれたからだよ。ベンチも頑張ったし。よし。初優勝です。おめでとうございます。ありがとうございます。今どんなお気持ちですか。いやもう本当に信じられない気持ちです。コロナの関係で、練習というのがすごく、今年は少なかったんですけれども、その中で、上手くなったなというふうに、感じながら、ゲームを見てました。おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちどのような感じですか。すごく嬉しいです。その涙にはどのような思いが込められているんですか。仲間と一生懸命試合をしてきてすごく嬉しい涙です。キャプテン自身も大活躍でしたが自分のプレー振り返っていかがですか。ミスしたところはあったけどディフェンスで取り返そうと思って頑張りました。で最後に全国への意気込みよろしくお願いします。全国大会でも勝てるように頑張りたいです。ありがとうございました。頑張ってください。
春日山モルツが初優勝を飾りました。さて中村さん、この春日山モルツもう試合終始集中力を切らさずに戦っていましたよね。そうですね、なんといってもディフェンスが機能していたということで、はい、まあ、どちらのチームも本当に決勝戦に残るチームですので、はい、まあ、いいゲームだったと思います。そうですね、まあ、春日山モルツはキャプテン保坂選手を中心に最後まで戦い抜いていましたけれども、まあ、一方林雄 JBC の方なんですが、中村さん、はい、まあ、敗れてはしまいましたけれども、本当に最後の最後まで選手たち一人一人が足を動かして戦い抜いていましたよね。そうですね、なかなか自分たちのペースに持っていけなかったんですけども、その中でも、はい、なんとか打開していこうということで皆さん一生懸命頑張っていたと思います。そうですね、そしてまた何といっても今年は新型コロナウイルスの影響でこの大会の開催すらもこう危ぶまれた状況だとは思いましたけれども、はい、いや本当そうなんですよね。この県大会を運営する関係者の方々にも本当感謝なんですけども、はい、やはりこの県大会までの出てくるまでの地区大会、各地区ともやはりチーム数が多いですので、1日1試合というこのコロナ対策の試合の形式の中で、うん、運営されたことは各地区の関係者の方々に感謝と御礼を申し上げたいと思います。まあ、来年3月に全国ミニバスケットボール大会が行われるんですが、来年と言いますと中村さん、はい、高校バスケットボールの全国のインターハイも新潟県で行われます。ますます県内バスケ盛り上がっていきそうですね。そうですね、男女とも2チームずつ出られることになります。男子は会場が青森長岡がメイン会場にして、はい、7月の24日開会式、25日から30日までが大会ということで、はい、女子の方はここの東スポで、はい、メイン会場で行われて8月の9日開会式、10日スタートの16日までという大会がありますので、新潟県のバスケットはまたこれで盛り上がることを期待していたいと思います。はい、そうですね、楽しみになりますね。はい、最後に特別協賛の株式会社ホンダ四輪販売長岡の野口正弘社長に今大会の総括をいただきました。コロナ禍ということで今日は無観客ということで伺ってまいりました。精一杯会場で応援しようと思ったんですが、逆に素晴らしいプレーをいっぱい見せていただきまして、元気と勇気をいただきました。ありがとうございました。ますますこの子どもたちがこれからのバスケットボール界引っ張って行かれることを心から祈念しますし、ますます私どもも応援に拍車をかけていきたいなと思います。今日の大会を運営していただいた関係者の方、あるいはコートで頑張っていただいた審判の皆さんはじめ、全体の運営に対してお礼を申し上げて、また今後とも頑張りたいと思います。ありがとうございました。